次は何撮りますか。ハリポンのキャラ、うぅ、ありがとう。なんでコーラでしょ。え、コーラ飲みたかった。そんなことある。なんか飲んじゃう。コーラなんか飲みたいタイミングないんだけど。え、なんか来るんだよ。お腹減ったんだ、食べよう。何買ったの。あ、お茶持ってこようかな。何買ったの。ハッシュドポテトとか。最高じゃん。揚げ物。こんにちは、こんばんは、ねんねんボーイのみでーす。はい、ということでですね、先ほど動画を撮り終わったばっかりなんですけれども、たくみくんが動画内と動画を撮影し終わった後どれくらい態度が違うのかっていうのをですね、ちょっと皆様に見ていただこうかなということで、このまま撮影を続行したいと思います。多分飲み物を入れたら戻ってきちゃうので。入ってるよ。おう、え、あれじゃない、コロッケじゃん。普通のコロッケ買ったの。あ、買った。なんで、え、なんでこの揚げ物ばっか買ったの。え、なんかなんとなく。いただきます。いただきます。うまっ。これあるよ、切り取り線。うん、まあ、またから気づいた。脱落。ねえ、落ちたよ。そんなゲームの知らんかったの。もう一回やっていいよ、うん、一歩でも踏み合うとしたらダメだよ。はい、失格。なんで。こっちに映んないといけないもん、20秒取ったら。いらないもん。えー、いらないもん。もう一回いいよ、じゃあ。もういい。いいの？もういい。もう一回やっていいよ。もういい。見に行きたいし。口の中は酔っ払ってる。リスだ。リス親子。意味がわかんない。リス親子。分かった分かった。いいよ。このポーズは何？何？レッツ親子の写真集だよ。甘い。どうぞ、綺麗な写真集。微妙な値段がね。そこは謙虚。写真集にしてはまあまあ安い方じゃない。多分だからな。初回250円。ディアゴスティーニじゃん。最初だけ安くて全然騙してくれるでしょ。総額でするとさ、2、3万ぐらいすんだよね、あれ。1個目だけ買ったことあるもん、俺。騙させてね。あ、お腹が苦しい。今それ言い訳にして寝ようとしたでしょ。ダメだよ。攻めてきた。炭酸飲んだらさ、撃たれた。お腹さ、ビヨンビヨンビヨンって。しかもなんかちょっとスターウォーズっぽい感じだ。ちょっと聞かせてもらう、ちょっと。猫？炭酸飲むとさ、ならない？すごい炭酸ね。炭酸？炭酸いた？もう。で、すごい炭酸いた？違う。捨てるかも。知らない。キラキってなんかあれ何なんだろうね。え？靴屋さんかな？カインズじゃない。違う？めちゃめちゃ冷えそうなカインズじゃん。受けて。カインズじゃない。違う違う違う、ひらき、あれ靴屋さんかな。最後のひらきだけちょうだい。ひらき一緒じゃん。カインズ。違う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 、めっちゃさ、みんなからさ、うん、あのエネオスのさ、もう一個の方やってくださいって来なかった？もう一個で来た？来たっけ？見てない。全く見てない。え、あれ、あ、見たな。できる？その日は必ず来るエナジーワオじゃない。それ違うよ、あれじゃない。エネオス、エネオス、エネオス東京2020。あ、
さてよ。違う、ひなちゃんが言ってるだけ聞いたことしかない。見てたことない。あれ見たことないの？ない。ちょっとあれやってみてよ。どういうやつ？今言ったじゃん。リクルトね。聞いた、聞いとく。エレオス、エレオス、エレオス。いや、長い長い。20チケット当てよ。エレオス、エレオス、エレオス。今日20チケット当てよう。エネオス。これ絶対2020。ちょっと最後エネオス。エネオス、エネオス、エネオス。4回だね。エネオス、エネオス、エネオス、エネオス。東京2020のチケット当てようだよ。真剣にやるじゃん。真剣って？これはクリスマス。この間失敗したからね。今回もう長いんだよ。頑張って。エネオス、エネオス、東京2020。はい、ちょっと最後。チケット当てよう。ちょっと東京2020のチケット当てようが1番。2番が東京2020のって上がるの。今日2020のチケット当てよう。エネオス。なんだっけ。4回4回。エネオス、エネオス、エネオス。あ、ちょっと覚えてきたでしょ、うん、いける気がする。エネオス、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 はいよ。今日2020チケット当てよう。エネオス、エネオス、エネオス、東京2020チケット当てよう。わあ。合ってない？東京2020のチケット当てよう。エネオス、エネオス。エネオス、エネオス、エネオス、東京2020チケット。あ、違う、もう今の違う。東京2020下げて。エネオス、エネオス、エネオス、東京2020チケット当てよう。エネオス、エネオス、エネオス、東京ということで、ええ、たくみくんの動画の中と動画が終わった後はどれくらい態度が違うのかもリタイミングでございました。ということでですね、先ほど動画を撮り終わってから、はい、このトイレに行ってから帰ってくるまでまあ約2、30分ぐらいですかね。またエネオスやってるやん。うわー、今回うまくいったからいい。多分うまくいってるよね、うん、たださっき気づいたら切れてたの。何が？カメラがバッテリー切れで切れちゃってたみたいで、どこまで撮れてるかが分かんないんですよ。ダイネオスはもう撮れてないかもしれない。あ、マジ？多分。あ、そっか、いつか分かんないってことか。そう。どう？どうしよう、これエネオスなかったら何してたか覚えてない。ご飯食べただけやん。だからご飯食べて待ってたらどうしようって感じ。結構成功してたよね。うん、俺でも分かった。ちゃんと歌おうと思ったら歌えるんだ。何？前回はちゃんと歌う気なかったの？ちゃんと歌う気なかったって言うよ。なんかこれくらいの感じで歌ってたじゃん。音楽として歌うといける。いや、いけてた。割としかもめっちゃ乗ってた。だからああいう感じ。でも今これ話してても使われてない可能性があるから。いいか、もう言わんで。あんまりもうあんま言わん方がいい。もしかしたらお蔵入りになってるかもしれない。お蔵入りになってる可能性がある。ということで検証結果は、中見くんは動画内でも動画外でも何も変わらないということでございました、まあ、それはな。はい、ということで、はい、エネオスはディズニーの方が良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。